この人はね、ヤマトのお母さん候補としては成り立つんじゃないかっていう、横のあれが可愛い人って誰でしょうか。パーセントぐらいあるんじゃないかなというところですけども、いかがでしょうか。はい、ワンピースが大好きな神木です。皆さん、ワンピースの作中で横のあれが可愛い人って誰でしょうか。そうです、ヤマトですね。ヤマトがですね、2021年も大人気で、今年もいろんなことがですね書かれて、人気がますます出てくるんじゃないかというところなんですけども、なんせ四皇のですね子供っていうのが新しいですねキャラクター像といいますか、ビッグマムもたくさんいるんですけど、たくさんいすぎてですね一点集中しないっていうか、カイドウの方が一人しか子供がいないっぽいので、貴重性があってですね重要なんじゃないかと思う節があるんですけども、ここで気になるのがですね、ヤマトのお父さんがカイドウということはですね、まあお母さんが絶対いるわけなんですよね。で、ワンピース作中っていうのは、そのお母さんっていうのはあんまり描かれないんですけども、ことですね、もう4校クラスになってくると、まあビッグマムだったらもう親子関係ばっかりだったじゃないですか。母親と子供のね。で、カイドウもその奥さんといいますか、ヤマトのお母さんっていうのはいるわけで、これっていうのは書いても全然いいと思うんですよね。で、子供のことを何かと気にしてるカイドウじゃないですか。で、ビッグマムっていうのは夫をたくさん迎え入れるんですけど、すぐにこう突き放すじゃないですか。子供さえ産めばもうお前はいらないみたいな感じで突き放すんですけど、カイドウって多分そんな感じじゃないと思うんですよね。ヤマトのお母さんっていうのは気になってる方がいっぱいいると思うんですけども、皆さんの中では誰がですね母親候補として挙げられるでしょうか。まあいろんな人物ですね、ワノ国に出てきて、この人はねヤマトのお母さん候補としては成り立つんじゃないかっていう人が何人かいるっちゃいるんですよね。というところで、その候補の可能性っていうのをちょっと喋っていきたいと思います。このチャンネルではですね、ワンピース最新話の感想とか考察、伏線発見などをいっぱい話しておりますので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。はい、まずヤマトの母親候補。まあ、この人はですね、よく言われますね。シャーロット・リンリンことビッグマムですね。まあ、たくさん子供を産みますからね。そのうちの一人がヤマトで、で、他の子供たちはホールケーキアイランドに留ませてるけども、ヤマトだけはカイドウにやったと、そういうパターンですね。で、カイドウとビッグマムの間であった借りがあると。いうのがそれなんじゃないかという説が、まあたまに見かけますね。で、今思うと、カリガールっていうのはおそらく、まあ、ウオウオの実、モデル清流のことを言ってるんじゃないかと思うんですけども、まあ実はそうではなくて、ヤマトという、まあ一人の子供を譲ったのが大きなカリだと言っている可能性ですよね。これはどうでしょうかね。まあもちろん可能性としてはあるんですけども、まあそうであれば、もうビッグマムっていうのは鬼ヶ島に来てますので、ヤマトとの関わりとかが絶対描かれると思うんですけども、一切触れられてないというところだったり、まあホールケーキアイランド編で、まあもう一人ね、あいつのとこに行っちまった子がいるんだけどな、みたいな会話もありませんでしたし、ビッグマムとカイドウの関係値を見ても、そういった中ではないのかなという気がしますね。で、なんとなくなんですけど、ビッグマムはさっき言ったように子供を産む時っていうのはもう夫はですね、もう誰でもいいみたいな感じじゃないですか。だけど、ロジャーはちゃんと恋をして子供、エースを産んだように、カイドウもですね、誰でもいいってわけじゃなかったと思うんですよね。なんとなく相手を好きになって、その人とこういろいろちゃんと会って子供を産んだというストーリーなんじゃないかなと思うんですよね。そういうことを考えてもビッグマムはちょっと可能性は薄いんじゃないかなと思っております。また二人目の候補ですね。この人もよく言われてますね。ブラックマリアですね。まあ、やけにですね、カイドウと親しげな関係なんですよね。ブラックマリアっていうのは、カイドウにですね、こう寄っていって、普通に喋ってますし、まあ、それが遊郭の女性ということで、まあ、そういう振る舞いになってるのかわかんないんですけども、まあ、やけにこう親しいような感じは確かにあります。そして、角があるじゃないですか。ヤマトにも角があるので、角つながりで親子なんじゃないかということが言われてますね。しかしですね、ここで一番懸念点っていうのは、ヤマトがですね、28歳なんですよね、今。で、ブラックマリアが29歳なんです。なので、ありえないんですよね。で、これがありえるとするならば、ホオズキトキが時々の実を使ってブラックマリアを未来へ飛ばしたということであれば、まあ成り立ちはするんですよね。ブラックマリアっていうのはですね、まだ謎な部分が多くて、出身地がですね、ワノ国になってるんですよ。これって結構違和感があって、カイドウがですね、ワノ国に来たのは、それよりも後だと思われるんですよ。それなのに、ブラックマリアっていうのはもう元々ワノ国出身っていうことが書かれてるんですよね。ワノ国で生まれたブラックマリアがいて、その何年後かにカイドウが来て、そこの百獣海賊団に入ってるということなんですよね。で、ブラックマリアみたいなその、大きなですね、女性っていうのはワノ国で一人も出てきてませんし、カイドウがワノ国に来るときに一緒に引き入れたとか、ワノ国にこう居座った後にブラックマリアを引き入れたと
考えるのがですね自然なので、まあ、そういった意味でも、まあ、時の能力で実は過去から来たということであれば、まあ、出身がワノ国っていうのも、まあ、成り立ちはするので、まあ、そういった意味ではなくもないという感じなんですけども、まあ、何よりブラックマリアを時々の身で飛ばすというその光月時とブラックマリアの関係値が絶対ないと思うので、まあ、ないかなというところですね。ただまあそういうのを全然なしにすると成り立ちはするかなというところではありますけども、いかがでしょうか。いやしかしちょっと無理があると思いますね。もうやられちゃったしね、ブラックマリアはね。ないと思うんだけどな。でまた言われてるのがですね、さっき光月時の時々の身で飛ばされたんじゃないかというとこなんですけども、そうじゃなくても光月時自身ですよね、自身が実はヤマトの母親説っていうのも見かけましたけど、まあこれは単純に考えてないですね。光月時とカイドウが愛し合うとかもないので、絶対ないと思いますね。それよりもですね、私が思う可能性としてあるのは、黒ずみ日暮らしがですね、触った女性ですね、マネマネの実で触った人物の中に金獅子の式っぽい人物いたじゃないですか。その前にですね、あの美女の一コマっていうのありましたよね。光月日暮らしっていうのが誰かを触ってるわけなんですよ、女性をですね。その人物が一コマだけ出てきていて、あの女性っていうのはやっぱり重要人物だと思うんですよね。あれが回収されないっていうか、あれにもやっぱり意味があるというのが、もう今のワンピースっていうかですね、もう一コマ一コマがちょっと回収されていくようになってますので、そう考えていっていいんじゃないかなと思うんですけど、重要人物だとは思うんですよね。なのでこれから先カイドウをこう倒そうとしてるけども、その段階で実はカイドウと妻のストーリーがまた差し込まれてですね、ヤマトが生まれる背景っていうのが分かったりしてくるのかもしれません。でそこに黒ずみ日暮らしっていうのがいて、まあ接点があったとかですね、そういうストーリーあるかもしれませんね。まあロックス海賊団が描かれると思うので、その段階で描かれる可能性っていうのもあるかもしれません。まあロックス海賊団が滅んだゴッドバレー事件ですね、あれから10年後にヤマトっていうのは生まれてるんですよね。なんでそのゴッドバレー事件の時には、まあ、ヤマトはいないですし、多分カイドウにも奥さんはいなかったと思うんですけども、まあ、ゴッドバレー事件を描く段階で、その後のプロローグみたいなので、キングが拷問されてた土地、まあ、パンクハザードに行ってキングを招き入れたり、で自分の奥さん伴侶を見つけて、で子供ヤマトを産んで、でも奥さんを失ってしまったとかですね、そういうストーリーがもしかしたらあるのかもしれませんね。まあワンピース作中ではね、母親はあんまり描かれないんですけども、このヤマトの母親だけはですね、なんか描かれる気がしてるんですけども、皆さんいかがでしょうか。まあ、私のですね、体感としては、ビッグマムはですね、可能性として 5% ぐらいですね。で、ブラックマリアが 7% ぐらい。で、光月時はもう 0% で、黒ずみ日暮らしが触った女性っていうのがですね、30% ぐらいあるんじゃないかなというところですけども、いかがでしょうか。はい、ということで今回は誰もが気になるヤマトの母親候補というのをちょっと喋ってみました。皆さんが思うこの人ヤマトのね母親としてふさわしいんじゃないか、ちょっと成り立つんじゃないかっていう方がいたら、ぜひコメント欄に書いていってください。よろしくお願いいたします。じゃあね。